こんにちは。こんにちは。じゃあ、はい、がまた、有賀園太田池上店に来ております。はい、お世話になります。はい。で、この前の動画で、イエローとブルーの、来客をちょっと見たんですけども、はい、まあ僕らから見ても何も問題はなかったんです。はい、素晴らしい。綺麗に傷がついてましたね。素晴らしい。じゃあ果たして、新クラブ合ってるのかシリーズ第2弾は、はい、この最新の店長これは何でしょうか。最新の、リズのパフォーマンスフィッティングシステムを使いましたよ。はい、あ、完璧前回でやりました。本当は、どんなのがあるでしょうかっていうのを今日はやっていきましょうか。わかりました、はい、すごいっすよね。3球打つだけで全てが分かる。3球打つだけで分かる。まあもう丸裸にされちゃうってことですね。じゃあ僕の僕らがまあ半分ノリで買ったクラブは果たして僕らに合ってる、本当に合ってるのかどうか、はい、ここで全てが分かるわけですね、はい、これ暴く必要ありますか。まあそれはありますね。暴かなくてもいいじゃない。終わっちゃう、へこむ可能性あるってことですよね。僕らって安くないお金出し買ってるんだよ ね、 そうだよね。いやでも僕らこういう情報を触らなくてもいいんじゃないかという気もしますが、こういう情報を僕らお届けする番組なんでやらなきゃいけない。こういうものもありましたという、そうですね、ところで蓋開けてみるのはものすごく傷つく結果になるかもしれない。そうだよね、大丈夫です。いや買わなきゃよかったみたいな、うん、いやそんなことないです。合わなかったら買い替えればいいです、はい、じゃあやっていきましょう。はい、お願いします、はい、お願いします。緊張するんだ。合ってなかったらどうするのだって。なんか病院みたいだよね。病院みたい。本当っすね。レントゲン撮られてる。影見えますね。合っててほしいんだよね。本当にこれ以上お金かけたくないな。まあ僕の役目としては多分合ってないと言って、いやこっちの方がいいですよ。お店の展開的に言えばそういう。そうですね。でもまあそうですね。で、まあ、最近ではもう3球で分かる、あなたに適したシャフト、はいはいはい、ヘッド、はい、それが分かる。分かる。これで水野さんが出してるから、なんか水の寄りな判定になるとか、そういうわけじゃないらしい。そういうわけではないです。ヘッドに関しては水野の方が問題が出てくるってことですね。水野さんのも、いろんなバリエーションがあるので。そうです。あ、こういうタイプが分かる。じゃあ例えばエブの方に合わせたらこの辺ですねっていうのは、うんうん、分かる。さあ運命の1球目、はい、当たりがどうとかっていうのは、置いておいて、はい、スイングだけで分かるらしい。スイングだけで、はい、3球で。はい、これ2球目。2球目。あと1球で、あと1球で分かるんだって。ちゃんと振ってる？振ってます。なんか軽く振ってる感じがする。振ってる感じがします。力抜けてない？あ、いやいや、当たりは関係ない。スイングだけでわかる。はい、そうですね。今まあ三球こういうふうに出まして、はい、まあ、このグレーの部分というのが、はい、一般的な平均的な、はいはい、ところですよ。はい、まあ34というヘッドスピードについては、はい、まあ一般的ですね。はい、あ、僕平均なの。平均ですね。はい、スイングテンポは4。まあ、5が平均に達して4、はい、これはただ悪いとかそういうわけではなくて、うん、なくて、うん、4の方はどちらかというと、うん、ゆったりめですよ。はい、はいはい、悪いわけじゃない、自負しております。はい、トーダウン、トーダウンというところで見ると、うん、通常4に対して6なので、うん、どちらかというとこう大きいですね、うん、トーダウンは結構するタイプの、スイングをされてますよと、うん、だから右行くんじゃないいうことですね。ね、あと前反り角っていうのはちょっとこう、先にこうフッと行く、行くような感じですね。まあ多分それで左に行きやすいのかなというのはあるんですけども、うんうん、まあ大体どういう類のシャフトがいいのかっていうのがこの下に出てくるんですが、ビリン、まあ、今回 NS でしたっけ、これね、リアックス、あ、それがついて、まあ、乗ってないんで、はい、テラメイドのオリジナルのシャフトなので、はいはい、そうです、オリジナルのシャフトではなくて、まあ、一般的なところでいけば、うん、スチールシャフトの、うん、ダイナミックゴールド95の
S とか合ってるんですか？がいいんじゃないかと、うん、あと950の、まあ、この辺がまあ合ってるでしょうと、うん、この緑色の1から並んでるのってことですね、はい、この順番ですね。ダイナミックゴールドなの。俺ただダイナミックゴールドも最近はいろんなダイナミックゴールドが出てきていて、この S200 のダイナミックゴールドっていうのは、うん、ちょっと軽めですね。軽めの一番大、うん、軽めなダイナミックゴールド、はい、軽めが合ってる。はい、ただまあ重さだけで言えば今のデラックス自体もおそらく90前後ぐらいなので、重さ的にはいいんじゃないかなというふうには思います。はい、で右側でこっちはカーボンだったら、右側の方こ ん、うん、こういうシャフトがいいですよっていう感じですね。 MCA も入ってますね、はい、3番のようにね。まあシャフトはじゃあここまあ仮にですけど、はい、悪くないでしょうか。はい、ヘッド推奨、はい、ヘッドじゃあどういうタイプがいいのかと、はい、簡単に、まあ、ここにまとまってあるんですけれども、うん、ヘッドサイズが小さめと大きめでいけば、うん、大きい方がいいですよ、うん、大きいですね、今ね、大きい、うん、ネックタイプはストレートとグースであればグースの方がいいですよ。あ、グース入ってますね、うん、グース入ってる、あー、いいですね、うんうんうん、はい、あれ？グース入ってるね、あとは、ヘッドタイプはマッスルとディープキャビティというところでいけば、うん、まあ、これは真ん中にありますけれども、はい、まあまあ、あの通常であればキャビティでいいわけなので、合ってる。あとは、雷角のところ、雷角が若干、うん、まあ、今の自分のは、うん、あの合ってるとは思うんですけれども、うんうんうん、若干上げてもいいかなというぐらいのところですかね、うん、一度ぐらい、はいはい、っていうところがこれでは分かります。なるほど。ということは、まあ、穴がち、あの全然変動違いというわけではなくて、あれ、合ってるんじゃないか、はい、でというふうに思います。ヘッドでいくと、まあ、うん、ヘッドでいけば大きめがいいので、うん、これ間違いですね。でもそうですね、ミゾの一番大きいヘッドとほぼ変わらないぐらい、完璧ってことですか。そうですね、これが90なので、まあこれでいけば同じぐらいですかね。ああ、なるほど、まあそんなに悪くない。95ぐらいが出てましたね、うんうん、あら、細かくは、うんうんうん、あとはまあ、雷角がこれがいじれるかっていうといじれない。やっぱり、うん、ステンレスなので、はい、まあ今やった感じだと大丈夫であればこれでいいと思いますけれども、はい、まあ今後、はい、あのやっていく上で、変えた方がいいかなってなった時は、今度曲がる素材のアイアンを、あ、まあ、軟鉄方磁度計というか、はい、そういうやつをお願いということで、なるほど、ということです、はい、ということでイエローはセーフ。セーフ。さあお次はブルー。店長さん、次僕お願いしていいですか。嬉しい、超嬉しい。悩みに悩んでるブルー。さあ、ブルー選手1球目、うん、これなんかミートとか関係ないらしいね。そう、スイングだけ、うん、そうです。なんか憂鬱そうだね。なんかいつものなんかね、生き生きしてない、分かりやすいんですよ、結構ブルーって。うん。うん、どうした？暴られたいの？ヒヤヒヤするね。ヒヤヒヤするよね、本当ドキドキするよね。なんだろう、俺はなんか。こいつにいくらかけたと思ってる。今の感じだな。まずヘッドスピードですね、はい、ヘッドスピード速いですね、やっぱりね。おお、速い。38、速いです。速いよと、まあ、スイングテンポはあんま変わらないよ、はい、トーダウンも変わらないよ、運動平均、うんうん、まあ、ただシャフトをやっぱりしならす感じは多いので、強い、それの時にまあ左に行くんでしょうというところは言えます。例えば、うん、まあ、どんなのがいいかっていうと、うん、KBS っていうツアー S、ね、KBS ツアー S って、まあ、結構棒っぽいシャフトですね、はあ、あとモーダスのシステム3
125の X。 やっぱり X が結構来たか。触れる男は来る X。 来ましたね、はい、男前だね。シャフト男前ですね、ですね。でこの辺はまあどちらかというと、まあ、シャフトとしては動かないので、はいはいはい、はい、まあ結構早い、まあプロとかでも結構使ってますしね。なるほど、まあ、もう棒を振りに行けと。そうですね、そういう感じですね。もうあの軽めはいらないよと。そういうことですね。重めでいいっすよ。シャフト界のもう、うん、もうプロスペックでいいんじゃないと。いうとこですね。ぬるいの振ってんだと。はい、はい、あとは、はい、ヘッド、ヘッドでいくと、はい、ヘッドは小さめがいいですね。小さめ、うん、はい。うん、そうですね、まあもともとあとネックタイプストレートがいいですね、はい、とマッスル系というか、まあセミキャビティぐらい、うんうん、まあ、来角合ってますねっていうところが、うん、まあ、ざっくりでいけばありますね、はい、でまあ今使っている MP、はいはい、和顔と言われてるね、はい、はい、こちらの、はい、出てるんだよね、はい、MP66 は4位に入ってるんだ。来てます。だからこれ MP5 と66っていうのは俺が買うときに迷ってたから、はい、上の2つって高いな。あ、なるほど。これが、まあ、水のプロ後から出た商品なので、うんうんうん、これでなかったらこれなので、うん、同じですね、もう傾向としては。ヘッドに関してはバッチリ。ヘッドに関してはバッチした。バッチしです。ただ残念なお知らせで、シャフトがまあ、全くではないですもんね。そうですね、全くではなくて、前の場面ちょっとぬるいのかな。ぬるいわけじゃない、まあ、これもう残念ながら来ないんですよね、こっちにね。カーボンがこっちに。カーボン、この車種の電動おかしくないですか、ね、ダイナミックゴールド X100 っていうのがありますね。 130g、 ええ、だから要は顔はタイプだったけど体が好みじゃなかった。そうだよ、そっちの相性が合わなかったってことだよね、多分ね。一番上のもあるんですか。一番上もありますよ。 KBS ツアーやす1、2ありますよ。1、2を、はい、打ってみますか。打ってみよう。あ、はい、打ってみちゃう、出されちゃう。それを打つ前に今僕が使ってる今の彼女ってことですね。そうそうそう、現在の彼女。現彼女で、これは次振るのはフューチャーワイフ。フューチャーワイフ、フューチャーワイフ、そうだよ。フューチャーワイフでしたくないけどね。もう運命の人って呼ばれてんだから、これを。じゃあこれ今のグラブ、はい、をブレイクに振ってるように、はい、左。これはね、まさに左。最近のラウンド中153と。それナンバーワンやんですか。ナンバーワンやんですね。あ、わりかしいんじゃないですか。いいですね。うん、はい、150ヤードちょいと。フューチャーワイフ、はい、強そうだもん。さあフューチャーワイフ、ムキムキ感も、ムキムキ感も、ゴリッゴリのね、使い方しか壊れないんだ、ゴリッゴリのだよ。思いっきり振って大丈夫。いや、いいな、これなんかブンブン丸だよ。右出たよ。出るようになるんだね、知らない。いいの？右に出るんだよ、だって。あ、嬉しいんだ。左で悩んでるからね。そっか。いい。いいよ。なんだよ。超バックするじゃない。てかさ、おお、間違ってないじゃん。水野さんの機械。ねえ、やっぱフューチャーワイフじゃね？まあ、ちょっともう一つ。はい。重めの。もう一つ。もっとマッチョ。うん、ね、流しますね。こっち
振ってっても大丈夫。振れるね、そんぐらい振れれば。でもさ、これをほらやっぱ18ホールあれするって考えたら、ねえ、疲れちゃう。ちょっと一個やっぱその KBS の方がいいんじゃないの。もう帰る程度話しますけど、うん、いや、いいんじゃない。多分ね、いくら振っても左に曲がらないそうだね。そうですね、それは多分どっちにも共通しているそうですね。シャフトだったんじゃない。いくらでも振れるんですけど、ガンガン振り抜ける、ね、シャフトだったんじゃない。これを振り切ったら、いや、また多分今の現行の彼女に戻ります。あー、引っ掛けた。あ、でもそんな曲がってない。いや、最後リアルでしたら結構曲がる。これはちょっと多分左に行くな。バックスイング、押さえたスピンが出てないので。あー、行っちゃったよ。あー、行っちゃった。あー、それだ。あー、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 気持ちよく振れれば振れるほど、そのヘッドが返ってしまって、サイドスピンによって、今のだとかなりいってます。そうですね。今の当たりだったらいい。これぐらいだといいですね。シャフト変えてガンガン振っていくか、うん、あの、右ダメってわけではなくて、やっぱりある程度慣らしていくというか、慣れていくということが大事だとは思いますので、さっきの、まあ、あのヘッドが小さい方がいいってあるじゃないですか、はいはいはい、でやっぱりヘッド戻しちゃうので、小さい方の方が例えば戻さないっていう打ち方してもこっちの方が打ちやすいは打ちやすいはずなんですよ。大きい方のヘッドだと今度戻しづらくなるので、例えば右にばっかり行くとかいうのが今度出てきてしまうので、まあ小さい方の方が。これ小さめなんですか。小さめですね、比べていくと、うん、普通7番。はい、あーすガリガリ、うん、まあ、これも小さいですし、厚みも全然違いますし、はい、こんな違うんだ。でもブルーさんにはこっちの方がなのでヘッドとしてはいいと。和顔の小顔だと。和顔の小顔だと。僕はマライアキャリーみたいなもんですね、これはね。マライアキャリーみたいなもんですね、僕は。ということで、まあ、とりあえず、まあ、その水野の、はい、これですね。水野のパフォーマンスフィッティングシステム。はい。これでした。ちなみにこれ企業案件でも何でもないですからね。ないです、はい、僕ら勝手に取り付けるだけなんで。で、見事にイエローはまあなるべくでありますけど、まあ70点台、80点台、80点台ぐらいの自分に合った、うん、M4 だったと、はい、内角も合ってる、いや、クラブの形も合ってる、シャフトの重さも合ってる全体的にはもうぴったりやと思ってで、ブルーは彼は事故りました、はい、彼は事故りました、はい、この見た目の部分のところで、あのヘッドの部分は OK だったんですよ、うん、ただ、まあ、あのシャフトの部分だよね、だから、はい、すごいのがさ、この機械でおすすめされた、うん、ナンバーワン、ナンバーツーのシャフト振ったのが、うん、完璧だったね、本当に見てもらった通り。いかないの、いや、すごい、これはすごいよ、うん、絶対やったほうがいい。これはいいですよ。左に曲がらないっていうのはこれから超楽だよ、うん、本当にね、合わせられるから、もう口コミとか以上にね、あえてやった方がいい。やった方がいい。いや、別にこれ万全度なんでもないですよ、これね。これ、これ依頼されたわけじゃないから、ね、依頼されたわけじゃない。やった方がいいな。なぜなら僕はぴったりだったから、うん、嬉しいだけですいや、カーボンかな、スチールかな、うん、ね、ヘッドはキャビティなのかな、うん、何なのかな、うん、自分に合ったあれを買い物、いい買い物する近道だと思う。そうだね、うん、いいと思いました。だから、うん、もっと俺らがクラブ買う前にこう来ればこれを知ってれば、ね、これ知ってれば、これ知ってて、うん、これ知ってても俺どっちしろ M4 買ってたの、まあまあ、あれでもよかったと思う、ね、そういうことそういうこと。視聴者の皆さんね、これから新しいクラブ買って10万円、20万円損するぐらいだったら、うん、アリガーネさんに行って、はい、これ試してみましょう。絶対試してください。これはいい、これはいい、これは本当にためになると思う。俺ダメだ、買
買わなきゃ左曲がり、これ金かかったよ。で2人ともこの動画やってさ、今後絶対フィッティングしてから道具買おうと思ったよ。いやもう間違いないでしょ、うん、間違いないです、ほんと間違いないめっちゃ嬉しい。それがもう今後道具買わないよ金かけすぎだよ、ちょっともういいよそれでは、はい、じゃあ、はい、今回もありがたいモーターエピカビティさんからお送りしました。はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。よいしょマジでやれよみたいなやっちゃえ、ユウやっちゃえないみたいな。さあ、生まれ変わったイエロー見せていただこうか、M4 の実力を。よいしょ